この百歳会に来られる中の方は、私が書いている、浄土院大学辞典とか、怪物フィクサー人を動かすとか、浄土院大学の生き様とか、私が書き上げた本を読まれている方は、大体理解しておられると思いますが、私は必ず子供を産んだ女性とは絶対に別れないということで、いろんな方々が私との間で子供を産んでおります。別れた人は一人もおりません。そして一番古い人は年配、当然年配ですから、私の一番古い人はもう80を超えた人もおるわけです。一番古い人を一番大事にするという主義です。これは悪いんでしょうか。そしてだんだん若くなっていきます。ね、私は全部同じように古いもん順番に大事にしていく主義で、一応みんな子供たちを育てる、そして家族グレートファミリーですから、この秩序を私が保つ方法としては、分け隔てなく誰とも仲良くするという、ファミリーはみんな兄弟姉妹だ、こういう主義でやっておりますから、これが私の生き様なんです。みんなそれは知ってお付き合いいただいております。絶対に古いものから切っていく一般社会の考え方に逆らった言い方をしているわけです。多くの男は、新しい女性ができたら必ず古い女性と離婚する。そして慰謝料を払ったり裁判したりしているわけです。一切私はそれやらない。古いものを大事にしていくという主義だから。これ実践してきてます。それに対して仲良くすることは気が狂ってるんだと。あ、おかしな。浄土院のファミリーはおかしいと頭が。こういうことを言ってる人もおると聞いたもんだから。それじゃあ、切った方がただ正義なのか、切らないで大事にしてファミリーがみんな円満にお互いに事情を認識し、そして理解し、その融和策でチームをまとめていくのが大事なのか、それを私は聞きたい。切った方がいいのか、丸くみんなをまとめてファミリーが円満に行くように仲良くするのが正しいのか、どっちだと、ね、切った方が正しい。生まれた子供は産婦人科でみんな暴走、殺した方がいいのか、それはじゃあ聞きたい。私が狂ってるのか、どっちが狂ってんだと。私は自信持って生まれた子供を、ね、隠すためにも証拠を残さないためにも、殺してしまう方が間違ってる、道徳的に倫理的にまとまって間違ってるんではないかと。私は全部産んでいただいて、子は宝ですから、いかなる子であっても子は宝、そして子宝に恵まれた自然界の神々に感謝して、感謝と同時に責任持って一生懸命働いて育てていく、こういう生き方をしてきたわけです。それは
古い女も新しい女もみんな同じように交わってんのは頭がおかしいと言うバカがおるらしいと聞いたから、そういう人には必ず災いがあるとは思います。どちらに正義があるか、私はこれからも新しい女性ができても古い女性を切ったり生まれてくる子供を殺したり今後一切しません。それが世間が頭がおかしいと言われても、私は自分の生き様、生きるための決まり、私自身の決まりは変えないつもりです。